いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はですね、このツインモーション内でですね、たまに文字入れてる人いるじゃないですか。僕のまあコンテナハウスね、宮古島のコンテナハウスの作品を見ていただいた方もまあわかると思うんですけども、なんか英語となんか数字みたいなのを文字入れてますよね。それってどう実際どうやってるのっていう声をね、少しいただいたので、こちらの方を解決していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですけども、はい、まずですね、まあアーキキャドで、ちなみにあのできるの知ってましたかね。アーキキャド内で一応ね 3D なんとかみたいなんで文字を入れることはできるんですけども、これね、あまりねしっかりと自分の好み通りには入れれないので、もしねツインモーションで最終的にレンダリングをするのであれば、ツインモーション内でやることをおすすめします。はい、ということで早速このね住吉の長屋インフォレストでやっていきたいと思うんですけども、はい、まずですね、勝手にちゃうわ。早速ね、このオブジェクトからね、もういきなり行きますからね。いきなり行きますから、ちゃんと見といてください。このディケールズっていうのありますよね。このディケールズ、皆さん使ったことありますよね。で、こちらの方の下行きます。下行って、こういうね、スタンプとかあるじゃないですか。こういう、例えばカエルでいいです。カエル嫌いな方すいません。カエルね。もう、堂々と正面にカエル書いちゃいましょう。カエルを書きましたと。で、こいつをクリックした後にです。あ、ちょっと待っててね。はい。こいつをクリックした後にですね、このテクスチャーっていうところありますね。このテクスチャーをクリックしていただきまして、これ、今、こいつを貼ることになってるんですね。まあ、そうですよね。だから、ここでオープンをします。オープンをして、まあ、ここ多分モザイクなってますけども、はい。ここからね、自分のテクスチャーからね、何を貼るのか。例えば、今回であれば、まあ、適当に何個かやりたいと思うんで、まず、こんな感じで、煙突町のプペルですね、をやってみたり、例えばこんな感じで、プペルをね、ここに合わせてみたりね、ちょっともう遊んでるけど、遊ばせて。もうちょっとですよ。いいんじゃない？あ、いいやん。はい、こんな感じでね、この住吉の長屋のこの入り口と重なってプペルがいるよと。プペルとルビッチいるよみたいな、こんな感じでやってみたりですね。これまあ例えばなんでね。あとはね、まあこういう人間でも OK ですよ。この人間からね、ここまたオープンしまして、またここモザイクですけども。はい、こんな感じでね、アーキソフトのロゴと名前ですね、を入れたもの。これであったりね、まあ何でもいいんですけども、こういうね、自分で、まず、まあ例えばこれであったらね、これとかはもう全部僕フォトショーでこれ切り取ったんですよ。だから細かく見たらちょっと変なところあるかもしれないですね。で、切り取ったと、画像であったりね、まあこういうね、自分のロゴであったり、なんか名前であったりね、文字であったりはね、こんな感じでもうフォトショーとかまあいられてね、背景、まあフォトショーですね、フォトショーで背景をしっかり透明にしてあげたら、それをのね、なんていうんやろ、スタンプっていうかね、まあ名前とかも文字をしっかりと入れてる状態に見せることができると。はい、そういうことができるわけですね。はい、こんな感じでね、すごい簡単だったんですけども、ちょっとした遊び心を交えながらね、こんな感じで、実際に作ってみましたと。はい、ということで今回の動画は以上にしたいと思います。よかったよとか、ためになったよと思った方は高評価とチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。ありがとうございます。